今度こそ僕が君の力になるからさ。なんか絶妙に腹が立つ。これまでのあらすじ。魔王を倒す旅の途中、アイラたちはサマディ王国で落ちてきた勇者の星を目撃する。ローは勇者の星にまつわる神話を語り、邪神を倒したロー氏がロトゼタ氏を見守るため天に登って星になったのだと教えてくれる。王に話を聞くためサマディ城を訪れると、そこにはバクラバ砂丘へ旅立つファーリス王子の姿が。王によると、王子は勇者の星に刻まれた古代文字を発見し、その調査に向かったらしい。アイラたちは星の調査をするため王子の後を追い砂丘へと向かう。よくお戻りになられました、アイラ。アイラに我らが神のご加護がありますように。ほい！ということで、今回もやっていきたいと思います。いやー、あれやね、ドラクエは助かるね、あらすじがあるけん。もうすっかり忘れとったわ。なんかもう、次の、なんか、ね、空に浮いとる、島に向かえるところやったっけとか思いよったけど、全然やったね。そういえばサマディに来とったわ。前回のね、撮影の後に、いろいろね、また装備とか変えて、あと仲間もね、そうそう、グレイゴを乗けて、マルティナを入れたんかな。マルティナ前回入っとったっけ？セーニャか？だからなんかその辺を入れたんよ。そう、そういうこと。メンバーも入れ替えましたと。じゃああとは、砂漠に行けばいいんか。はい。馬で行きましょう。目的地は一体、バクラバ砂丘への関所へ行こう。あ、なるほど、オッケー。こっち向きやね。あ、間違えた。ダッシュはこっちか。ダッシュ。さあ、なんか、遺産で、出発していった、王子様のところに行かなくてはね。こっちか？うん、合ってる、オッケー。ん？これか、関所。ん？なんか揉めてます？よいしょ。空から巨大な星が落ちてくるなんて、もう悪い夢としか思えないぜ。今となっては砂漠の殺し屋、デスコピオンを怖がっていたのが懐かしいよ。あの星に比べれば可愛いもんだったな。それは？あれか？まだ、世界が平和だった頃か？なんだ、絶望してるね。あらゆる生命の源である命の大樹と、ロトゼタシアを守ると伝えられている古の勇者の星。この二つが失われれば、ロトゼタシアは滅びるしかない。もうダメだ。おしまいなんだ。大丈夫、目の前に勇者がいるから。この学者さん、勇者の星が落ち始めてから、ぶつぶつと独り言を言ってて、なんか様子がおかしいんだ。大丈夫。そのうちちゃんと正気に戻ってくれる。何を言っているんだ君は。どうしたの？ここじゃ文字が見えるわけないだろ。もっと近くに行って調べないと。こんなとこから調べようとしよったん、無理やろ。バクラバ砂丘に入るのは危険です。いくら王子といえどもその命令は聞けません。じゃあここから文字を解読できるっていうのか？確実に無理。それは、あ、それで私らが護衛でついていくってことやね。王子ちゃん、久しぶり。あ、シルビアさんたち、久しぶりだな。無事だったんだ。王様ちゃんから事情は聞いてるわよ。あの星を調べるためにここに来たんでしょ？ずいぶん成長したじゃない。ねえ、なんかすごいガタガタ震えよったようなイメージがあるけど、めちゃくちゃもうぐいぐい勢いやんね。それほどでも。王子として仕事をしてるだけさ。でも皆さん、どうしてこんな場所に？いや、あなたを見てこいと言われましてね。俺たちがここに来た目的はお前と同じ、勇者の星の調査に来たのだ。あなたはデルカダールの英雄グレイグ将軍じゃないですか。こんなところでお会いできるとは。めちゃくちゃ興奮してらっしゃる。俺の名を知っているのか？もちろんです。あなたは騎士の憧れ。
僕はグレイグさんの部隊に入るのを目標にしてこれまで頑張ってきたんです。マジか。その言葉は嬉しいが、我が隊に入らずとも民を守ろうとするその勇気があればお前は立派な騎士だぞ。うんうん、いいこと言うね。グレイグさんからお褒めの言葉をいただけるなんて感激です。で、一緒に入るのかい。その様子を見るに勇者の星の調査はなかなか苦戦しておるようじゃな。じいさん、そうなんだよ。学者がおじけづいちゃってさ。じいさん、さすがの僕でも文字の解読はできないしどうしたもんかと。では、お主が見つけた古代文字、わしが解読してやろう。お、古代文字解読できるの。え、じいさん、あんたも古代文字が読めるのか。まあ、ありがとう。そっか、すごい人なんよね、一応老おじいちゃん。バクラバ砂丘の中心にある遺跡のあたりなら文字もよく見えると思う。僕は先にそこに行ってるから。あれ、一緒に行かないんすか結局一人で入ってったよ。あれ、止めなくていいの。そこの、本当に申し訳ありません。一緒に行きたいのですが、どうしても恐怖で足がすくんでしまって。王子は砂丘の中央にあるバクラバ砂丘群へ向かいました。どうか王子をよろしくお願いします。正直に言うと、ファーリス王子のことを王子の身分に甘えたお坊ちゃんであると今まで見くびっていました。しかし、サマディのために巨大な星人さんに立ち向かう姿はまさに真なるサマディの騎士です。若き日のサマディ王を思わせる彼の立派な立ち姿を見て、自分の軽率な考えを反省しましたよ。いやー、でも正直前のまんまの王子やったらその味方であっとると思うけどね完璧に。こういうピンチになった件変わったというか、まあ、前回いろいろあった件変わったというか、まあ、そんな感じよね何もなかったら多分変わってないよ。ひー、めっちゃ飛んできよるやん。超移動しまくりよるね。え何やってんの。あ、これで調査しよるってことね、転んで一瞬なんかやられたんかと思ったモンスターに。ちょっと王子ちゃん、何寝てんのよ。星を調べに来たんじゃないの。こんなに大きな星を真下で見る機会なんてめったにあるもんじゃないから、記念にさ。いやー、すごい。みんなもやってみなよ。砂熱くないんかな。まあもう夕方、うん、夕方とかあるんかな今ずっとこれぐらいの明るさな気がするな。でもガンガン火が出とるわけじゃないってことはあれか、熱くないんかな砂。あ、よっち。王子ちゃん、あなた結構肝が座ってるのね。今ここに落ちてきたらもう終わりやけどね。この遺跡って何なのかしらこんな荒野のど真ん中にポツンとあるなんて不思議よね。前来た時なんか学者の人が調べ物しよったよね、ここ。そう、じいちゃんのじいちゃんのそのまたじいちゃんの時代からあるらしいけど、詳しくは知らないな。え、でもその間ずっとめっちゃ顔踏まれよる超顔踏まれよるけどこれ目の前におったらめっちゃ吹き出しそうなんやけど、よくあんな無表情で見守っておるよね。なんだか五代のロマンを感じるわ。こいつは人とかそういうのを何も気にせず、ただひたすら自分の目的地に向かってまっすぐ歩くんやね。何何？勇者の星を目指してやってきたんかな、もしかして。確かに星には何やら文字が書いてあるようじゃな。早速調査を始めるか。大丈夫なの？なんかパッと見た感じさ、こう発しとる光がすごそうやけど、目やられん？え？絶対なんかあるやん。しかしすごい迫力だな。こんなに間近で勇者の星を眺められる機会なんてそうそうないよ。アイラさんもせっかくだから遺跡の真ん中に立って眺めていくといい。これは迫力満点だよ。その遺跡のど真ん中にさ、ヨッチがいるんすよね。まあそう焦るな。もう少しで解読できるからおとなしく待っておれ。でももう少しでできるんや。あっという間やね。さっき見始めたところやのに。
なんか喋り出しそうな雰囲気。喋り出したよ。私が見えるのか。なんか全然違う言葉が耳には聞こえてくるんやけど。見えません。聞くまでもなかったな。それではお前が見えないっつったじゃねえか。まあ、答えとる時点でやけどね。ん？どうしたの？独り言なんて珍しいわね。一応今ボソボソ言いよったんやね、自分で。あ、勇者の星を落としそう。これちゃんと何かしらの言葉になっとんかな。この喋りよる聞こえてくる声も逆再生とかさなんか法則はあるんかな、ちゃんと。あ、ちょっと何が起こったのよ。見ろ、星が。何、急速に落ちてくる。うわ、落ちてきよるって。潰される。ちょっと星が落ちてくるじゃない。こんな巨大なのが落ちてきたらさ、半径何キロどころじゃないよね、きっと。てか、こんな大きさのが落ちてきたらもう星が滅びるんじゃないですか。何あれ、味方？めちゃくちゃ敵っぽい感じやったけど、見た目は。早くこの場を離れましょう。全然やめようとせんし、どんだけなん、気も座りすぎやろ。待て、もう少しじゃ。もう少しであの文字が読める。いや、そのもう少しで死ぬって。いや、王子何しよったん今。支えれんよ。君じゃ支えん。え、何？ニズゼルファ。ニズゼルファ。ロー様、もう限界です。さあ、早くこちらへ。読めた時にはプチって潰されるよ。壊してくれた。今度は何なんだよ。味方すごいまがまがしいけど、え、あれの姿も見えてないとか、みんな。なんか吹っ飛ばされた。誰今の？王子。これはこれで被害すごそうやけど。これで世界は我のものなり。勇者の星っていうのは、勇者の星っていうだけあって、やっぱ壊しちゃいかんもんなんかな。落ちてきたら危険やったかもしれんけど、壊してもいかんかったんじゃない？魔王の剣。星が消えてしまった。あの星は本当に勇者の星だったのか。あ、そこから。それにあの剣を持った魔物は一体。あ、ちゃんと見えとんやね。何言ってるんですか、グレイグさん。あれは救世主ですよ。転がっていきよったのは王子なんやね。救世主がサマディを救ってくれたんです。そんな感じじゃなかったよ。これでサマディは安心だ。王国のみんなもホッとしてるんじゃないかな。じゃあ僕は先にサマディに戻るよ。何か用があったら気軽に王宮まで訪ねてくれ。ポジティブだな。何今の最後のキザ。消えてしまったが、あの星にはニズゼルファという古代文字が刻まれていた。ニズゼルファとは一体何なのじゃ。ニズゼルファ、なんか名前。それじゃあサマディの王様ちゃんにニズゼルファーって言葉に心当たりがないか聞いてみましょう。何かわかるかもしれないわ。うん。やったら一緒に行けばよかったね、王子と。さっきのヨッチはまだおるんや。お、何消える？
わけではない。おるけどまだね。どうした、大丈夫、力尽きるの、何も喋らないんだが大丈夫なんかな、あの子。さあとりあえず戻りますか。サマーリルーラするほどの距離じゃないけどね。はい、到着。うん、平和そう。皆様、お疲れのところ申し訳ありませんが、王様が勇者の星に何が起こったのか報告してほしいとのことです。王様は玉座でお待ちしています。よろしければ城へお迎えください。王子が報告に行ったんじゃないのか。まあ私たちの報告も必要かもしれんけども、これでひとまず安心だね。あの星は結局何だったのかしら。まあまだまだ空が晴れ渡ったわけではないけど、お、まだ見てんの。お星様が壊れちゃった。ねえお兄ちゃん教えて、お星様って壊れるものなの。まあ壊れるんじゃないかな。そっか、お星様が壊れるのは普通のことなんだ。じゃあ別に驚かなくていいのね。やけんあれやろ、宇宙には星くずみたいなのがいっぱいあるんやろ。勇者の星壊れちゃった。これじゃあ伝説の勇者様が復活できないよ。伝説の勇者様が復活しないと魔王を倒す人がいないじゃん。僕たちこれからどうすればいいの。この私が勇者なんですけどね。でもやっぱりあの星は壊していかんかったやつなんやろうな。ボウ、君は持っているな。そう、魔物呼びのボウガンを。ボウ、君こそ私が探し求めたボウガンボーイ。私はボウガン大好き、ボウガンマスターユミルだ。ボウ、この私がボウガンの使い方を教えよう。遠くにいる魔物と戦いたければ魔物に向かってそのボウガンを撃つんだ。ボウ、すると撃たれた魔物は怒って君の元へやってくる。あとは戦うもかわすも君次第だ。ボウ、さあボウ、狙いすませ、ガン。魔物を指輪するボウガンを君の冒険に役立てるんだ、ボウ。なんか内容が入ってこない。どうした、疲れ果てて。勇者の星の落下でサマディは滅び、世界が恐怖に包まれると思ったのだが、まさか砕け散るとはな。一体いつになったらこの世界に終末の時が訪れるのか。もう待ちくたびれてしまったぞ。え、なんで終末の時が訪れてほしいの。前に話した時の内容覚えてないけんあれやけど、あれは悪い人なのか？いやいや、あなたは王子様の恩人。勇者の星が砕け散ったことについて何か知っているのでしょう。王様のもとへお教えください。王子様は先に玉座へ向かいました。了解。いやー、無駄に広いよー。現実にこんな建物あったらなんか嫌になりそうやね。この階段上がるだけでも嫌になりそう。こんな猛ダッシュで上がれんやろうし。リアルでは。やっほー。ああ、アイナさん。ちょうど今父上に救世主様のことを話してたんだ。よかったらアイナさんもバクラパ砂丘で目撃したことを父上に話してくれよ。私個人が見たことで言えば、多分みんなが見たものと全然違うと思うんやけど。お二人ともよくぞ戻られました。どうもどうも。勇者の星がいきなり砕け散ったので心配していたのですが、無事で何より。ファーリスから話は聞いておりますぞ。星が落ちてもうダメだという時に救世主が現れ、あの星を切ったそうですな。さすがにあの時の言葉は誰も聞いてないんかな。主人公は聞いたんかな。救世主かどうかは分からんが、まあそれはいいのじゃ。それよりお主に聞きたいことがある。わしが見たところ、星を覆う結界にはニズゼルフはそう刻まれておった。この言葉に何か心当たりはないか。ニズゼルファ、全然聞き覚えがありませんな。はってなるかと思ったけど。空に浮かぶ勇者の星に刻まれたこの言葉、きっと深い意味があるはずなのじゃが、誰に聞いたらわかりそうかな。仕方がない、わしらには魔王を倒すという大事な使命が残っておる。先を急ぐとするか。まあ行く途中でいろんな人に聞いていこう。ニズゼルファ、ロー殿、魔王退治の旅、私たちも微力ながら応援いたしますぞ。もし困ったことがあれば何でも言ってくれよ。今度こそ僕が
君の力になるからさ。なんか絶妙に腹が立つ。あ、いかんいかん、忘れておった。老主様が持っていたハンマーについて。そうそう、最初それのためにやってきたよね。サマディ王に。おや、お二人とも、わしに何かご用ですか？うん。ちょっと当初の目的を。漠然とした話で申し訳ないのじゃが、この国にある巨大なハンマーについて心当たりはないか？魔王を倒すためにどうしても必要なのだ。神話の時代、サマディにあったことは分かっておるのじゃが。ハンマー、ハンマー。おお、もしや王家に伝わるガイアのハンマーのことか。お、ファリスよ、それ譲ってくれる？大息子にあるガイアのハンマーを持ってくるのじゃ。まあ、魔王を倒すためって言われたらしょうがないよね。はい。うん、来た。思っとったよりちっちゃいけど、それおお、これじゃ。これこそ大樹の記憶の中で見た老主様が持っていたハンマー。覚えてねえや、記憶の中。いいんですか？これって来年のファーリ祭のために行商人に売る予定だったハンマーじゃ。代々伝わってきたものじゃないのか。売るなよ。あ、バカも、黙っておれ。ガイアのハンマーはフトの時代からサマディ王国に伝わる貴重な宝物だ。しかし今や魔王を倒せる者は勇者であるお前しかおらん。もし必要ならば喜んで渡そう。すごい恩着せがましい感じで言えるけど、売り飛ばす予定やったんやね。そんなに貴重じゃないん？アユナはガイアのハンマーを手に入れた。価値が分かってなかったってことかな。伝承によると、そのハンマーには大地の精霊の力が宿っているそうだ。それで叩けばどんなに硬い金属でも鍛え上げられるって話さ。これで剣を作ればいいってことやね。それじゃあ皆さん、魔王大地の旅頑張ってくださいね。いい報告期待してますよ。いちいち話すトーンがバカなんよね。なんか